まずはこちらの映像をご覧ください。はい、皆さん、おちゅねだ。どうも、昼下がりのジャマイカでーす。ということで、まあ、オープニングに見ていただいた通りなんですけど、ちょっとね、早かったと思うんで、まあ、後で、まあ、止めていただいて、読んでいただいても大丈夫なんですけど、まあ、今回はですね、タイムラグについての、ちょっと動画を撮ろうかなと思っております。じゃあね、ツイッターの方で先日、あの動画をツイートさせていただきまして、まあ、どのぐらいタイムラグあるのかな、ちょっと自分で気になって、ちょっと調べたんですよね。まあ、調べましたところ、まあ、僕の、この iPad Air 3、でですね、まあ、au 光の回線を使って、まあ、atom という Wi-Fi のルーターを使ってですね。はい。で、そちらを使いましたら、0.5 秒ほどのですね、タイムラグが生まれましたと。で、多分ね、相手の回線とか端末とかにもまあ影響されると思うんですけど、その差でね、多分判断されると思うんですけど、僕の場合は 0.5 秒ぐらいのタイムラグがあったよということで、まあ、今回はですね、そのタイムラグ、まあ、の仕組み、をですね、まあ、もうちょっと詳しく見てみたり、まあ、あとは、あれですね、そのタイムラグがあっても、勝てるように戦うにはどうしたらいいのかっていうのを今回動画にしていこうかなと思っております。まあ、結構大事な動画ですね。ってことで最後まで見ていっていただけると嬉しいです。ってことで、皆さん、いきますよ。せーの。やっていこうじゃないかーということで、いきましょう。はい、ということですね。まあ、完全にちょっとさっきの最初のオープニングの動画をですね、再現しようかなということで、ちょっと早すぎたんでね、一応解説をまず入れておきたいと思います。まあ、どういう感じでタイムラグが起こっているのかって感じですね。で、まあ、前回っていうか、オープニングのあった動画はですね、まあ、こういう場所で戦ってるんですよね。で、僕は最初ここにいたんですよ。僕はここにいて、まあ、敵が、ここから、この扉からですね、扉じゃねえや、これ入り口から入ってきました。でもね、この時点でも、スマホの画面と iPad の画面でね、結構まあタイムラグはあるんですよね。やっぱり。まあ 0.5 秒ぐらいの多分タイムラグはあるんですけど、まあこの時点で、まあこの時点はまだね、一応、あれです。敵の動きがちょっと遅れて見えてるよっていう感じなので、まあ自分視点からしたら特に問題はありません。で、自分が突っていく場合、はい。ここ体出して、撃ちます。体出して撃ちます。はい、ちょっと危ないね。危ないね。体出して撃ちましたと。で、その後外したなと思って身を潜めます。身を潜めました。はい、ここのタイムラグですね。ここのタイムラグいきます。はい、多分ちょっとの差だとは思うんですけど、しかもこれ回線ね、回線、これ僕、あれなんですよ。場所同じなんで、多分繋いでる Wi-Fi とかも同じなんですけど、同じ Wi-Fi でも、まあ、端末によってもね、こんだけ差が出てくるよっていう感じになってます。多分ね、横に動画並んであるんで、多分わかると思うんですけど、で、敵の視点では、僕は自分は完全に iPad の方では、視点隠れていても、車線を切っていても、まだちょっと体が残っているの、わかりますか？これがタイムラグって言います。はい、でですね、オープニングのやつはこれ、このタイムラグだったんですけど、これね、突られる側のタイムラグですね、次は。じゃあ次、突られる側のタイムラグやりたいと思います。今 iPad の画面で、ここでガン待ちしてて、敵がね、ここから入ってくるとします。その場合、やっぱりちょっと遅れが生じてるんですよね。スマホの画面で見るやつと iPad の画面で見るやつでは、やっぱりね、ちょっとだけ遅れが生じてるんですけど、まあ今、この iPad の画面で、まあちょっと敵がね、遅く動いていると思うんですけど、スマホの画面よりかは。遅く動いていると思うんですけど、これね、敵の画面からしたら、もうすでに車線が通っているところ。例えば、はい。もうスマホで言うと、このところ、ここに来たらもう撃てるんですけど、車線通ってて撃てちゃうんですけど、ちょっとね、今ここに来るまでって、やっぱタイムラグがあるじゃないですか。ほら、ちょっとだけなんか遅いの分かります？ iPad の画面だと。車線を通るまでに、ちょっと時間が空いているのが分かりますか？まあだから要は、突ってくる人って、もう車線が通った瞬間に撃ち始めてしまえば、実は自分が
なんつうの、 iPad の画面からしたら車線が通ってないところから撃たれていると思ってしまう。まあ、つまり何でしょうね、まあ、要はちょっと何が言いたいのかっていうと、まあ、先にね仕留めましょうっていうことです。このガンマチしている時、敵に突られる前に仕留めてしまおうっていう感じになっております。まあ、つまりですね敵がこの辺を走っているとするじゃないですか。この辺を走っている時でも敵の画面、スマホ側ですね、敵の画面からしたらもうすでに車線が通る場所にいるということになりますね。まあ、つまりここの場所を走ってたら、まあ、0.5 秒でここには来れるじゃないですか、敵からしたら。まあ、だからこの 0.5 秒がタイムラグになってます。つまりここにいる時点でもう敵はもうすでに撃てますよっていう状況になってるんですよね。まあ、てことはちょっと分かりづらかったと思うので結論を言ってしまいます。つまりですね、まあ、ここはまだ車線通ってません。スマホ側からしたら、敵からしたらここは車線通ってません。でもですね、敵の視点からしたらここにいる。つまりここにいる時点ですでに仕留めてしまわなければならないんですよね。わかるかな。まあ、タイムラグを考えたら、敵が車線を通す 0.5 秒前ですね。敵が車線を通す 0.5 秒前、ここにいる時点でもう先に倒してしまわないと、突られたら不利になってしまうよというお話になっております。まあ、だからしっかり構えといて、なるべくね、このギリギリ、この扉の iPad 視点ですね、今 iPad 視点です。だから要はこの扉のねギリギリ、ここのギリギリのところを画面でね映しといて、敵が入ってくるのを見えるようにしときます。でこれだったら入ってきた瞬間でも多分車線は通らないので、ここでギリギリ車線が通る、敵視点だったらここでギリギリ車線が通るぐらいなので、もうちょっと手前、この辺からだったらまだ撃てないんですよね。だからここに敵が来た瞬間にもう体を出して撃ってしまいましょうということになっておりますね。入り口入ってきた瞬間にもう撃ってしまう必要があるかなと思います。突られた時の対処法としてはね。まあどちらにせよ言えることというのはですね、まああれですね、この超近距離戦、これ近距離マンション戦とかの戦いでは、やっぱり突る側が有利になるんじゃないかなと僕の中では思います。こんなさ急にさ出てきてさ、ほら分かんなくない、こんなこんな早い動きされてもさきつくね、ほら無理でしょ。だからマンション戦はどんどんゴリゴリとつってもいいんじゃないかなと思いますね。まあこのとつる側、今ちょっとこのやってる動きなんですけど、若干見にくいじゃないですか、この iPad 視点。iPad 視点見にくいと思うんですけど、これどうやってやってるのかと言いますと、まあもしあの奥に敵がいるなっていうのが分かったのであれば、これはこの真ん中スッと壁を練ってこうやっていくと結構強いんじゃないかなと思います。やっぱり敵からしたらここでね見えた瞬間に倒さなきゃいけない、タイムラグがあるから倒さなきゃいけないっていう考えに駆られるんですよ、やっぱり。だから一瞬見えてまた見えなくしてこう出ていく、そしたらめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思います、とつり方的にね。これのとつられる側の対処法としては、もうここに一瞬見えた瞬間にもうこの時点ぐらいで敵来たなと思ったらバッて出て、もうサッでなり、右リーンでね、バッみたいな。とにかくね、早めに、敵が見えたら早めに倒さないとタイムラグでやられてしまいますよということになっておりますね、まとめると。このゲームは三国志の世界観を豊富なキャラクターや、それを元に作った自分だけの最強の軍隊、そして戦略によって存分に体験できます。また勝ち勢でもエンジョイ勢でもどちらでも面白く自由にプレイができます。しかも課金をしなくても楽しめてしまう。これはもうダウンロードするしかないですね。ダウンロードは下の概要欄から。でまあちょっと応用なんですけど、応用っていうかまあ結構あるシーン、よくあるシーン、こういうのどうやって勝つんですかっていうよくあるシーンなんですけど、敵がねこの階段で待ってる時よくある状況ですね。で自分と敵がまあ車線通っていない状況ですね。でここから
まあ、タイムラグを利用すると 0.5 秒以内に詰めることができれば瞬殺できますよ。これまあこれ敵視点どうなっているのかというと、ちょっと視点比べますね。 0.5 秒以内に飛び出します。はい、どうですかこの素早い動き、仕留められますかこれ。あ、なんかジャンプしてた方が若干早いかな、そんな気がする。ジャンプしてた方が若干早い。だからこれはもう速攻、体が見えてない状況から速攻詰めてしまえばすぐに倒せるよっていう感じになりますね。おすすめのとつり方としては、この手すりって、手すりで待つときって基本敵こっち側にいるじゃないですか、この右側。なんでこの手すりのね、このなんていうんですか、ここの手すりにくっついていくと若干見づらい、そしてね、弾も吸われて通らないことがあるんですよね。これ割と当たるんかい。ほら、なんか弾がね割とこれ当てにくい時があるんですよ。はい、吸われやすいって言いますか、弾が吸われやすいことがありますので、もし突るとしたらこの手すり沿いをね突っていくのがいいかなと思います。例えばね、ここでこっち側に一回行ったふりをして足音消してこっから行くっていうのもまあ一つの手かなと思いますね。一回通り過ぎたんだけど実は来てるよみたいな感じ。それかこれ上級テクニックなんですけど、手すりに乗って、ちょっとこれ手すりに乗ってこのままスッて行くとか。これマジで上級テクですね。これはね本当にできたらキャラコン、まあキャラコンモーターなんじゃないこれ、キャラコン。これねマジでむずいんですよ、手すり乗ってさっていく。これ多分見えてないでしょ全然。手すり乗って、ちょっと待って、ちょっと視点比べてください。いきますよ、手すり乗って、ほら、え、この手すり乗ってる時点で全然見えてないじゃんこれ。ほらこうやって見なきゃ見えないでしょ。手すり乗って来られたらマジ恐怖でしかない。ほら早すぎ。早すぎ。あ、これいいんじゃない、これいいんじゃない。だから手すり警戒しないとやばいね。だからこれからマジ手すり警戒しないときついとこあるよな。ただ手すり乗るのまあ結構むずいからね。まあ乗るとしたらここかな、ここの角っちょにジャンプして乗って去っていく。そしたらもう敵がいる。ただね、敵が案外まあ視点ちょっと比べていただけると分かるんですけど、敵がね案外下にいるんですよこれ。ほらさすがにこれは対処しきれんのじゃない、これとつられたら。これでこれいいね、手すり戦法、秘技手すり戦法、これめっちゃ使えると思いました僕は。はい、ということでね、やってみてもいいんじゃないかなと思います、このとつり方。はい、ということで続きまして、よくあるシーンなんですけど、フェイントですね。まあ、敵がまたここの地点で待ってて、フェイントを入れるとき、まあ、敵視点どういう風にとりあえずなっているのかと言いますと、まあ、若干のタイムラグも合わせてってことで、まあ、敵視点とちょっと比べてフェイントどうなってるのか見ますと、まあこういう感じっすよね。はい、まあ結構どうですか、タイムラグあります。まあまあ 0.5 秒のタイムラグは多分あるとは思うんですけど、まあフェイント入れられたらちょっと体出しちゃう気にはなりません、やっぱり。さっきの話聞いた感じ、フェイント入れられたらちょっとさ怖いよね割と。もうここのさ、もうここにいる時点で仕留めなきゃいけないとか思っちゃうので、体出しちゃうと思うんですよ。ここを仕留めるためにスマホの画面でこうですね、こうやって体を出しちゃうと思うんですけど、まあ、フェイント一回入れて体が出たところを、まあ、ここでこうやって仕留めてもいいですし、ここでね置いてここで仕留めてもいいですし、ここでね置いてここで仕留めてもいいですし、まあ、先に削りてしまうとフェイントは有効です。フェイントは結構使えるんじゃないかなと思います。タイムラグあってもね、タイムラグあっても使えるんじゃないかなと思います。まあ、敵もねこの瞬間的なこの体出たやつを当てるのって割と難しいんですよね。マジで反射神経いい人だったらできると思うんですけど、ほんと難しいんですよ。で、まあ、フェイント入れてちょっと敵の体出てるなっていうところを、まあ、狙っていくって感じですね。はいはい、フェイントはいって感じ。そしたら、まあ、フェイント入れた時に敵が撃ってくる球に若干当たるかもしれないんですけど、まあ、一回引いてるのでこうやって引いた後 0.5 秒以内にここからここまで行って撃てば、敵からしたらまだここにいる状況なんですよ僕は。射線がね若干通らない場所にいるんですよね僕は。 0.5 秒でここ下がってこう撃つ、まあ、これが有効かなって思いますね、フェイントで有効なところ。
大体の敵の待ち方の視点からして、ここの壁にくっついてたら多分射線あんま通らないと思うんで、まあ、こっからフェイント入れて壁にくっついてこっちまた顔出すとか、はいはいはいって感じですね。こういうフェイントを入れていくとなかなかタイムラグにも勝ちやすいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回はですねタイムラグについての検証の動画を使ってですね、まあどんな感じでタイムラグがあるのか、そしてタイムラグがある中で勝っていくにはどうしたらいいのかっていうものをお話させていただきました。ぜひ今回やったですね、まあ、とつられた時の守り方とか、まあ、とつり方ですね、まあ、有利にできるとつり方、守り方っていうのをやってみてください。ってことでこれをねやると多分マンション戦強くなると思うので、マンション戦強くなりそうだなと思ったらチャンネル登録で高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。ファンキーご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。